群法国秘伝書の人の図原水の、走行に見られる、オランダのことわざ、シュティレン・ウォーターズ・ヘベン・ディープ・ゴング・電話を 1822K 保険、村上元水天保14年7月4日は、無全国な活藩の範囲、蘭学者。藩の許しを得て、九州二番目の人体解剖を行い、近代医学の発展に貢献した。村上元水は、天命元年。 不全異国な活藩でご手に、村上玄衆の長男として生まれた。幼年期や青年期に関する情報は、あまり多くない。彼は、完成8年に、新治む館に入り、倉成竜奈義及びの元雪岩の指導を受けた。当時の資料として、監視の写本が若き玄水の意欲を示している。玄水は、完成10年、久留米へもむき、久留米藩の授官。 架けは高安に入門する。ここでは彼は特に標法軍学を学んだ。中津市の村上資料館に伝わる資料から、玄水が非常に真剣にこれらの学問と取り組んだことが伺われる。数巻からなる写本、軍法国秘伝書の中に、詳細な陣の図や標法作戦図などが多数見られる。架けは高安の教えは、 武功前職決や先方秘伝区決にまとめられているが、これらの資料には西洋の影響は見られない。また、玄水が所有していた師範の著書、孫子帝洋からは、これが主に古標法に新たに手を加えたものであった、ことがわかる。クルメは、長崎街道沿いにあった。オランダ東インド会社の召喚町一行は、クルメを経由して、小倉へ行き、 そこからさらに江戸へと向かった。もしかしたら、ここで玄水が、町を通過する、デジマ館長、レオポールド・ウィレム・ラスやウィレム・ワルデナール、あるいは、乱日辞書の編纂で有名なヘンドリック・ドゥ・フラを見て、いたかもしれない。また来る名にいれば、長崎からやってくる人と話す機会はいくらもあった。玄水が後に乱学に示した興味が、この時期に育まれていったことは、 間違いないと思われる。文化3年、玄水は中津へ帰還する。この年、秋国宮島出身の中井亀助が長崎遊学からの帰路、中津を訪れた。厚沢は玄水に西洋の解剖学について語り、多大な影響を与えたようだ。玄水は家督を継ぎ、異業の道へ進む決心をする。玄水は非常に優秀だった。 文化8年3月には、中津藩の御天になっている。2ヶ月後、中津で放送が流行した時、県水は非常によく働いたようで、銀100匹を賜っている。当時、中津藩ではいくつかの動きが見られた。乱学を奨励していた藩主、奥平正隆の命により、文化7年、日蘭辞書、蘭語薬船が刊行された。正隆は、 次男正雄に家督を譲った後も、たびたび藩の政治に携わった。文化9年11月、玄水は、金獣医師に任せられる。しかしそれ以降何年かは、情報がない。後の文化15年3月に、父、村上玄秀が73歳で、死去、37歳の玄水は7代目として、後を継ぐことになり、それにより彼は、 九州の医学士に名を残すことになった。翌年の文政2年3月7日、21から22歳の競争な男性が中津半刑場、長浜で処刑された。現水は人体解剖を願い出て許された。死体は桶に入れられ、翌朝まで見張りがつけられた。天候の影響を避けるため、二県四方に足の屋根が設けられ、解剖場は柿で囲まれた。 翌朝、中津藩をはじめ、筑前、肥前などから57人の医師が集まった。見学者の数や国元から、この解剖がかなり前から計画され、正高公の指示があったことが推測される。解剖は3月8日の朝に始まり、同日夕方まで続いた。中津藩の外院片山通りと助手の佐久間玉前が、解剖図を描いた。 これは、九州二番目の解剖であり、玄水が自ら出頭した。おそらく彼は観察し記録したものを出版する、つもりだったと思われる。玄水が、解剖図説にどのくらいの時間をかけたのか、現存する資料からは知ることができないが、おそらくかなりの時間を要したと考えられる。というのは解剖の二年後、玄水は、 病気にかかり、藩のごていの職を数年間辞しているからである。またこの間に、藩主正隆が死去している。正隆の後を継ぎ藩主となった、正元の下で玄水は復職した。玄水の原稿、解剖図説は、この時期になって仕上げられた可能性が高いと思われる。外院、片山通りが文政7年に死去しているため、解剖図を仕上げたのは、 助手の佐久間玉江である、可能性もある。玄水は正元に随行し、何度も、江戸へ登っている。村上以下資料館の資料は、玄水が、この数年間、西洋医学だけでなく、天文学、地理学、その他の西洋の学問や、伝統的な音名語行説、本草学等にも携わっていたことを示している。玄水は、 文政6年から長崎に住み、長崎奉行の許しを得て、ナルタ塾を開いたフィリップ・フランツ・本ン・シーボルトとも面識があった可能性が極めて高い。というのはシーボルトは、文政9年2月、オランダ省官長、ヨハン・ウィレム・デスチューレルと共に、江戸へ立ったが、県水は一行と共に、長崎から、小倉まで随行し、小倉から中津へ戻っているからである。 また、玄水が3年後に、中津の、禅寺堂に移した、刃没寺森玄カタログクも、彼のシーボルトに対する強い興味を物語っている。文政10年から11年頃、玄水はようやく、解剖図説の原稿を、息子春海が指示していた文語日出版の藩主、ホアシバンリに送った。乱語読集師乱書を読解する。 経験豊富な医学者でもあった52歳のホアシ、万里は、意見と序文を求める玄水の依頼に対し、もう少し勉強して、序文に取り掛かりたいと返信している。万里が序文を書き上げたのは、文政12年12月のことである。村上以下資料館に伝わる原稿に、朱積みで入れられた訂正は、ホアシ万里によるものである可能性が非常に高いと思われる。 同年、有名なシーボルト事件が起こった。シーボルトは、国外追放となり、シーボルトの地図も落ち出しに関わった可能性のある者、全員が罪に問われた。シーボルトの弟子たちにも様々な権威がかけられた。村上以下には、その一人である、高野長英が、玄水のもとにかくまわれていたと伝えられている。文政13年10月18日、51歳の玄水は、 著名な学者である、宇田川玄心に助言を求めている。文政13年に、江戸に滞在していた、玄水は、玄心と手紙による接触を試みる。玄水は、文政2年に行った人体解剖や、辞書、天地分体論に言及し、自分より、約10歳年長の玄心による、厳しい批評を望んだ。だが、両者は全く出会うことなく、 玄水は何らかの理由で予定より早く、中津に戻らねばならなくなった。その4年後に、宇田川玄心が死去。この間、玄水は玄心に、自分の著作に興味を持ってもらうことを断念したようで、ある。玄水の晩年の10年間の詳細はわかっていない。この時期は、福沢諭吉の母が2歳の諭吉を連れて、中津へ帰ってきた頃にあたる。 天保14年6月、中津範囲、大江春藤が58歳で死去。その翌月、天保14年7月4日、玄水が63歳で死去し、八大春海が後目を、継いだ。吉田洋一、江戸期中津藩村上家の軍学について、村上玄水、資料、2、2004年。中山坂氏、蘭学を学んだ、岡山の一種群像。 キュビ洋楽資料研究会編洋楽資料による日本文化史の研究通岡山大学平成元年ピアニッシも14から15ボルフガングミヒエル中津ハニー村上玄水による人体解剖の位置づけについて村上以下資料館資料総書部中津市歴史民族資料館2006年ピアニッシも85から87靴沢信方 シーボルトと、日本医学村上玄水写本、刃没児森玄カタログを中心に、村上玄水、資料、2、2004年。大島明秀村上玄水著、天地文定論とその背景、資料と、人物、2、2009年。ありがとうございます。